お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらの、バルーンデッキをですね、紹介していくんですが、これがですね、今、グローバル、このマルチの、上位プレイヤーの使用率がやばいんですよ、このデッキ。めちゃくちゃこれ。もう知らないですけど、もうめちゃくちゃこれで、もうこれが多い。これしかいないぐらい。で、これがめちゃくちゃ使用率高いってことで、このデッキをですね、使っていこうかなと思いまして、マルチでやりたいんですけど、じゃレベル9なんで今、まだ早いかなっていうので、とりあえずグラチャですね。しかも、ラストなんで、強い相手が多分来るんで、勝ちたいですね。で、グラチャでもこのデッキ多いっす。なんで、このデッキを極めれば、多分無双できるんじゃないかっていうのはありますね。ということで、いきます。あ、来た。よし。いきます。見習いバルーンって感じで、対空にはアイスイズインダラのトレンドあるんで、対空にも強そうですし、何がしんどいんでしょうね、このデッキ。この弱点がわかんないですよね。で、とりあえず、ディガー飛ばすか、見習い後ろから出すかですね。どうしよう。一回様子見ですね。まだ様子見。で、ディガー飛ばして、エレキね。なるほど。ここはアイスイズで防衛で。よいしょ。相手の対空を把握するのがバルーンデッキですごい大事なことで、ここは見習いですね。相手は今エレキとゴースト出してきたんで、普通に考えたら、あとアイスイズインドラのバルーンっぽい。ああ、そうですね。ってことは今インドラとエレキされたんで、対空はアイスイズだけなんですよね。アイスイズトルネだけなんで、飛ばしたいですけど、飛ばしたら、結局なんか防衛されそうなんで、まだ待ちです。ああ、はい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 。ああ、やばい。これやばい。これめっちゃやばい。することない。これは、ディガーで防衛。ああ、やだ。これやばいっすね。よくない。よくない。よくない。ザップで防衛して、よいしょ。いやー、痛いなー。痛いなー。痛いなー。このデッキは、さては、スケラがしんどい。スケラがしんどい。ファイブを取れないザップなんで。意外とスケラがしんどいのか。で、ここは、一回やっぱ後ろからですね、見習い後ろから組んで、からのバルーンで攻めたいですね。バルーンディガーで。で、相手まだ対空3枚持ってるんで、いや、対空全然咲かないな、相手。ボーラーズリーは、これあれですね。やっぱ見習いに対して、すげえボーラーが強いですね。これ多分端前でエレキとか来たら、ファイブバーンですね。ここっすね。エレキ来い。あ、来ないの？逆に来ないのか。いやー、ま、することない。マジすることない。ここ一回待ちいいの、一回待ちいいの、やばい。いや、たまるー。待って、めっちゃ下手くそ。しかもターゲットがインドラ。いや、これはアイスイズに行って、まだインドラで攻める。まだバルーンを出さずに。いや、これスケール来るかな。いや、でもそしたらあれやないって、インドラ入るかな。いや、待っていい。ターゲットが、まあ。全然あるよ、全然あるよ、全然あるよ。いや、待って、ボーリーよくね、ボーラー耐えたらある、ボーラー耐えたら全然ある。これ全然ある、全然ある。本当にある。いや、マジやる、マジやる。マジかよ、わかった。このデッキのメタデッキがこれっすわ。これや。いやー、マジかよ。グラチャで終わった。マジかー。ウルトラ、あ、まあ、いらんわ。いやー、しんどいな。グラチャでゼロとかしても意味ないんで、ちょ、マルチいきますね。いや、このデッキっすね。ということで、今はマルチで、この、上の、これっすね。このバルーンが流行ってるんですけど、マルチ、いや、グラチャでも、このデッキのメタは、これっすわ。これ。これ。相手のこのデッキ。いやー、マジか。なんじゃこりゃ。いや、もうマルチいきます。はい、ということで、多分、みんな、9も13も多分そんなないと思うんですよね。結果強い。結果強いんで。
後ろから見習い出して、よいしょ。多分相手はこれらしいのよ。もうこれがずるい。はい。おー、アーチャー。バルーンっぽい、バルーンっぽい、バルーンっぽい。なんで、ディガー、これ、さては。ディガー飛ばして、アーチャー処理して、からの、ワンチャンこれバルーンで入るくれ。これだって相手テスラだったら置く場所困るよな。ほら、よいしょ。あれバルーン釣れない。よいしょー。はい、見習い強い。やば。いや、でもこれなんか相手の事故や。何これ。まあ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 。いやー、見習いなー。対処がすっげーめんどくせ。ということで、まあ、見習いを持ってない方だったり、見習いに負けたくないって方は、あれですね、さっき僕が負けた、あの、ボーラー、ウィズウィズスケラーを使うのをおすすめします。これだって、この見習いがターゲットをずっと取ってくれるんで、はい、はい、クロスに対しても楽勝すぎません？あ、相手でもまだ諦めないですね。で、この間に左が落ちる。大体今高回転で回してます。バルーンいきます。バルーンじゃない、クロス。なんでここはもう普通にバルーンで落としてあげるというか、まあ一発落としてあげれば、ワンチャンディガープラスのザップで、ああそんな甘くなかったか。よいしょ、あれワンチャンワンチャンワンチャン一発入る。ああま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 あ。で、またこれは、あれですね、見習いを出してあげれば、ターゲット取れるんで、もうこれは勝ちましたね。だって見習い出して、ファイブとかインドラ出していけば、相手これ永遠に攻めれないですもん。よいしょ。これもファイブ打っていきましょう。アーチャーが、なかなか邪魔なんで。さすがにしゃしゃった。さすがにしゃしゃった。やばい。でも、こんだけしゃしゃった。あー、来てる。気づいたらクロス置かれてる。これな、こんな感じのプレイしても勝てますからね。いやー、正直でも相手が下手くそなのもあったかな、これ。さては、けどまあ勝ったんで見習いが結果強いってことですよね。はい、ってことで勝ちましたね。これはさすがにこれも削られないっすね。よいしょ、よいしょー。やば、逆サイの見習いにもターゲットいってるから、今の。いやー、好き。見習いがな、やばい、これマジでやばい。だってレベル9っすからね、一応今の。すげえな、もう一戦いこう。はぁ、来た。さあ勝ちたいっすね。でここはまあこのデッキ全然説明とかしてないですけど、バルーンはあんまり飛ばさなくていいと思いますね。なんかそんなに普通に見習いプラスのディガーが強いんで、それで相手が対空とか割いたらその逆サイドに攻める感じでいいかなと思います。いや、これジャイくせえな。おお、ジャイでした。このマスケはまあザップとかで我慢ですから、今ザップ打ってあげてターゲット見習いって、 OKOKOK。 これにジャインの後ろにメガゴとか来たら多分逆サイバルーンぶっ刺さるんで、ああ、さすがにこれか。ああ、なるほどね。ジャイボーラーマスケメガゴ、ほうほうほう。いや、見習い強い。だって Q でほぼジャインの防衛してますからね。言うほどしてくれなかった。やだやだやだ。これはあれですよね、ファイブ打ちますか。まあ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 、コスト使ったような感じもしますけど、まあ相手もコスト使ってるんでね。で、相手の対空があれなんですよね、マスケとメガゴ、マスケとメガゴなんで、まあどっちかを割いたらか、まあどっちも割いたらバルーン飛ばせばもうぶっ刺さりですね。で、ジャインの防衛、さっき縦線じゃないわ、見習いだけでは守れましたけど、さすがにインドラも使っておきたいですね。インドラ使って、これにメガゴ来たら美味しい。あー、さすがに相手もデッキ分かってます。よいしょ。あー、うまい。それはうまい。マスケンメはうまい。けど、インドラが強い。インドラも強い。インドラも強い。
で、これもディガー削りでいいかもです。よいしょ。いやー、まずすることない、することない。このデッキすることなくなるっすね。することなくなったら見習い。とりあえず見習いで、これインドラ、ドスジャイキともインドラ出して、あれ、この、これ美味しくないっすか？これだって、もう、ファイブザ、ザップね。マイスイズでいいよ。で、これで相手で体育ないっすもん。今、メガ5咲いて、出してますから、これでディガー飛ばして、ザップ打ってあげたら、あーいいじゃん。あれ、ちょっと待って、しちゃった。おいしょと言える場合じゃねえ。やべ、けどこれバルーンの爆破とディガーが入ってこれいけたくないですか？だってジャイ来てもこれはい見習いで、ここで出してあげたら見習いが 4-2 でセパレートするんですよね。端前でセパレートしたん、姉妹で出してあげると、でこれはトルネでキュイーン、よいしょ、そしたらもう逆サイが折れる。やばいよな、やばいよな、やばっ。見習い級で普通に勝てますからね、普通にジャイを防衛できますからね、カンストロ。いやー、やばいっすね。とりあえず見習いが強いっすね。はい、というわけで見習いが強かったです。で、まあ、この見習いが負けたデッキはこの相手のこのスケラデッキなんで、まあ、この見習いをどうしてもボコボコにしたいって方だったり、見習いを持ってない方はこのスケラデッキをですね使うのをおすすめします。ということで今回は以上になります。よければチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。